濃縮ウランは、ウラン濃縮により、ウラン235の濃度を天然ウランよりも高めた、ものである。天然ウランには、比較分裂性のウラン238に対して、核分裂性のウラン235が約、約0.7%の割合で含まれている。濃縮ウランはこの割合を人工的に高めたもので、濃縮後のウラン235の割合を、濃縮度という。 濃縮度が20%以下のものを低濃縮ウラン、20%を超えるものを高濃縮ウランという。なお、ウラン235の濃度が天然ウランを下回るものは劣化ウランという。低濃縮ウランは濃縮度が20%未満の濃縮ウランを指す。低濃縮ウラン燃料は主に原子力発電所の核燃料として利用されている。 世界の原子力発電所で主流となっている、軽水炉では、軽水が原則剤と冷却剤を兼ねている。軽水は、核分裂の連鎖に必要な中性子を多く吸収するため、軽水炉で天然ウランを燃料として利用することは困難である。軽水炉で核分裂を継続させるには、濃縮度2%から5%程度の低濃縮ウランを燃料として利用しなければならない。 低濃縮ウラン燃料は天然ウランの核燃料よりも効果であるが原子力発電所の総合的な安全性や経済性から軽水炉を導入する国が増えている。高濃縮ウラン金属のビレット高濃縮ウランとは核分裂を起こすウラン235の濃縮度を20%以上に高めたウランのことであり原子爆弾研究用原子炉。 軍事用艦艇の原子力推進機関などに使用される。高濃縮ウランは一般的な商用原子炉で用いられる低濃縮ウラン燃料に対し相対的に核暴走を引き起こしやすいため取り扱いに注意を要する。原子爆弾向けには最低20%以上、実用上90%以上の濃縮度が必要とされている。このため、 90%以上の濃縮度は兵器級とも呼ばれる。高濃縮ウランは各兵器手によ各テロリズムの可能性があるため、それを燃料としていた原子炉の低濃縮ウラン利用への転換も進められている。また、原子力推進機関を備えた艦艇で高濃縮ウランが使用されるのは原子炉稼働期間を長期にすることにより燃料の交換を不要にするためである。 原子力空母や原子力潜水艦の核燃料交換には、船体を大きく切り開く必要があり、多大な費用が必要となるが、高濃縮ウランを使用することで、寒冷より長い原子炉稼働期間を実現し、理論的に運用期間中における核燃料の交換作業を不要とした。ABC 図を加減用語集 AB イランのウラン、濃縮問題をどう見るか、末秀次。 防衛研究所ニュース2010年11月号、中島県、カー運転再開へ向けての現状、放射化分析、2009年核兵器への転用式位一般財団法人高度情報科学技術、研究機構核兵器と原子炉について、2006年防衛白書ハーグ核、セキュリティサミットへ向けた核セキュリティ協会への取り組み、内閣不原子力委員会、2014年、 ありがとうございます。